昨日県内で確認された新たな感染者はいませんでした。感染者が確認されなかったのは今年2月8日以来230日ぶりです。入院は24人で病床使用率は3.8％、自宅療養はゼロとなっています。一方県内のワクチン接種率は一昨日の時点で2回接種した12歳以上の割合が県民のおよそ7割となっていて。 県は希望する県民のワクチン接種を来月までに完了したいとしています。県では感染再拡大を防ぐために、ワクチン接種後も基本的な感染対策の徹底を呼びかけています。